きさず。はなかっぱくん。なんていうのやってるんですか。感謝と服を着てください。ひょ。あれが変態で有名な男ね。隣にいるのが変態なの？いるのですね。あれじゃあ私まで変態って言われてるみたいじゃない。とにかくお兄ちゃん、はたかマフラー、今日から禁止ね。もし今度やったら、一生無事を聞いてあげないから。わかったろ。わかってくれたのね、お兄ちゃん。ヘイ、カモン。なんで約束したばっかでいきなり脱いでんの。裸マフラーがダメだって言うなら、マフラーも脱いで、マッパになるしかないじゃないか。ダメ？マッパも禁止？わかった、お兄ちゃん。はい。くわー。寝坊しちゃった。行くね、大変だよ。お兄ちゃんは女の子になっちゃった。あら、みずちゃん、おはよう。お兄ちゃん？お兄ちゃんじゃあるでっかいくお姉ちゃんでしょ。今、お昼ご飯作るから、ちょっと待っててね。肉ねえが裸マフラー禁止日だから、お兄ちゃん、あっちのポンポンに目覚めちゃったんじゃない？どうしよう、早く元に戻さないと。あのままだっていいじゃん。誰か来らぬわけでもなき。ねぐ。でも、かいこうお姉ちゃん、お姉ちゃん、決めるため。あらあら、ねぐくんたら甘えん坊さんね。肉。女の色気で誘惑して、男としての本能を呼び覚ますってのは、どうかしら。それ、いいかも。じゃあ、ミク、頑張ってね。私がやめの。ねえ、私、綺麗。よーミク、あんたに手帳は向かないわ。おに、お姉ちゃん、この洋服私に似合うか見てくれぬ。ええ、いいわよ。かわいい服ね、とってもよく似合ってるわよ。なにこの無反応ぶりは。こんな格好であんな恥ずかしいポーズ取ったんだから、少しぐらい興奮してくれたっていいじゃない。こうなったらとことんやってやるわ。肉ちゃんによく似合ってんわよ。ここまでやってもダメだなんて、私、女として生きていく自信もなくしそう。この水着、私に似合うかな。ちょっと大胆すぎない。やだ、裏取れちゃった。恥ずかしいわ。え？このまま手を挙げていてね。しまった、やりすぎた。ダメ、私まだ心の準備が。ダメよ、ちゃんとつけておかないと。このブラ、肉体には、ちょっとサイズが大きいかもしれないわね。胸の小さな私には魅力を感じないってた？ふふふふふふ。胸の大きさの違いが、魅力の決定的さではないということを教えてやる。勝負よ、お兄ちゃん。必殺。はたかくじにてちゃんが二人？その人って今日からうちのロカのファミリーの入りになった僕の妹との太鼓だよ。あれ言ってなかったっけ。初耳です。ミクちゃん早く服を。私なんて格好してんの。怖っ、太鼓って言うんじゃないの。そう、私のこと太鼓の感じが入れたの。誘惑って、太鼓は正真正銘の女の子だよ。ムキになって自分の見失ったからってあんな恥ずかしいことしてしまうなんて。でも大好きなお兄ちゃんを取り戻そうと肉ちゃんきっちりだったんでしょ。だから気に入らダメよ。カイコ姉ちゃん優しいな。あんた私のベロウロムが手に奪ったベロウ。肉どうした、変な歩き方で。なんでもないもん。そうか、あの日か。違います。
メキコお姉ちゃんに訓練されたお尻が痛いからなんて言えるわけないでしょ。あの二人が露出風で有名な変態兄弟ですね。私も完全に変態扱いされた。必殺鼻枕。やな変態、ド変態、大変態、変態カーレン。肉、ハンラーもんないやいやう。もう運動でもいいです。